皆さんどうも、カオチャンネルのなりです。しょうです。じゃあ今日はしょうちゃんが久しぶりということで、はい、ちょっとまあゆったりと喋っていきたいと思います。最後は料理の滑舌悪く料理の動画だったっけ。そう、カレーのアレンジをやりました。なんか料理系上手なんですけど、なんか下手くそなことね、今度一緒に確かに料理対決を、そう、自分的には取ってほしいんだけど、じゃあ、まあ久しぶりということで、はい、じゃあ喋っていきたいと思います。お願いします。はい、ゆうすけ、料理するなら何？おひたし。ゆうすけのひたし。おひたし。しょうちゃんなんかこういう、まあ、ゆったり話す系初めてだよね。初めてですね。初めてです。じゃあしょうちゃんの実態について一旦喋っていこうかなと。はい、日常ではね、まあ青もちょこちょこ出勤してくれてるんだけど、うん、メインは一応学生大学生ですね。はい、学生やってます。結構いいところの大学に行かれてるっていう噂ですけどね。まあ頭の方は結構いいですか？頭はいいかな。ああ、もう寝顔ですね、もうしょうちゃん。しょうちゃん出勤何曜日がわりかし多めなの？平日は火曜日と、あと金曜のお昼とか、夜だと火曜日と、まあ土曜か日曜か、週末とみたいな感じですね。しょうちゃん会いたい人はぜひその辺ちょ週刊シフトとかも、はい、できるだけ出すようにしてるんで、ちょっと恋愛事情とかはどうなんですか？恋愛ですか？恋愛はしてます。あ、してます。いい感じですか？いい感じですね。順調です。おお。そのなんか、その人とのきっかけみたいなのは、それはさすがにない、恥ずかしいんで。ちょっと事務所的に NG ですか？すいません、翔太、すいません、すいません。なんかいい感じだなって思う、はい、素振りみたいなのはあったの？じゃあ、ありましたね。連絡先交換してすぐご飯行こうって誘ってくれたりとか。あ、でも実際そう、なんか脈ありの行動ってなんか他に何があると思います？脈ありの行動、はい、まあでも連絡先を交換してなんかすぐあっちから、まあ、遊び、ご飯とかを誘ってくれるっていうのは、まあ少なからず好意を持ってくれてるんじゃないかなっていうのは感じるかな。もっと会いたいみたいな。そうそうそう。で、なんかそのご飯行った後ももう次の予定出たいみたいながすぐ来ると、あ、なんか好意あるな、会った時にもう次を決めちゃうみたいな。あ、そう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 。じゃあまたそのうち行こうねみたいな感じでザンと流れたら、ああ、まあまあまあ、ああ、なるほどね。友達とかぐらいかな。なんか次の予定すぐ立てたがるんで俺も。ああ、そう、割と重め？重いです。うち重い子多いですね。重い子誰ですか？重い子ですか？リョーマとか。リュウちゃんも重い。リュウちゃんも重いですね。オシも重い。オシ重いでしょ。重いでしょ。自分の重みを分散、全国に分散しないと。オシがつなぎ感どうなんですか？自分も重い方かな。じゃあ他になんか翔ちゃん的にさ、まあ、こういうのがあったら、あ、この人俺のこと好きかなみたいな。 LINE の返信のなんかそのペース、なんかそのなんか例えばイエスかノーで終わらせない質問をしてくる、うん、なんかその話のつながりっていうか話を広げてくれる。ああ、うん、もうなんか一発でそう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 、ポンって返すのなくてね、なんか質問してもなんか2行3行ぐらい、そうそうそう、段落分けされてるやつね。なんかポンとポンとで、だんだん冷めてくるとそのなんかね、3つ聞いてたのになんか1個ぐらいしか返ってこない。そう、1個しか返ってない。一問一答みたいな。ナリさんね、顔にすぐ出ちゃうから顔にすぐ出るんですよ、ナリさん。本当に、うん、例えば怒ってる時とかはなんかもうすごいマイナスだよ。怒ってる時とかは、ちなみに怒ってる時とかはもう目がつり上がる。で、なんか嬉しい時はもうなんかもう口がもうめちゃ口角上がるばかり。わかりやすい俺。なんか自分がじゃあ好きな人にしちゃう行動とかはなんか見ちゃう、なんか見つめちゃう、なんか
例えばなんか同じ教室にいたとかだったら見ちゃう。学生っぽい、もう教室とかないっすもんね、自分がもう老いを感じるみたいな。老いやめなさい老いだけに。あ、なりさんはじゃあ自分がしちゃう行動ありますか？20前半の時とかはそれこそめっちゃ連絡、オイラインとかすごいしてたけど、オイライン出た出た、全然してたんだけど、今はなんかそれなんか重いというか、されてる側がね重かっただろうなっていうのがもう20中盤ぐらいで気づいて反省して、そうだから LINE の返信速度とかもあんまりすぐ返さないようにしてるっていうか、え、そのありさん返せても、そう、2週間ぐらい未読それはちょっとなんかね、ごめんね必要な連絡はすぐ返すんですけど、はい、なんかしょうもない内容、 LINE の内容だったらね、はい、しょうだけに、しょうだけによく言われるんですけど、営業中ももともとボディタッチ多いんですよ。めっちゃ多い、なんか後ろからこう肩揉んでくる、とか腕をこうやってなんかこうやって揉んでくるムチムチしてるからさ、なんか、はい、揉み心地良さそう、そうなんです、だから揉んでくるんですよ、揉んでくるなんかセクハラすごいみたいな高校ぐらいから言われてた。でもそれは好きじゃなくても、あ、もうそ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 う、なんか高校でバイトしてる時とかに後ろ通る時とかもザッて避けて通るの嫌だから、後ろなんかごめん通るねみたいなんで、こうなんか肩こう持ったりとか、その癖で今も仕事中もなんか普通にスタッフの後ろ通る時大体みんなの肩持ったりして、ファンだけだったらなんか冷たいかなと思って軽くもみもみってするんだけど気持ち悪いって思われてるかないやでもね、好かれてんのかなと思って、ちょっとでもなんかそうやショックどうですか、ボディタッチ系は。ボディタッチですか、あんまないかもしない、はい、手とかはつなぎたい、ええー、だなと思いますけど、公の場でも、はい、オープンで全然好きな段階、まあ付き合ってない段階でそういうタッチとかないかもしれないです。言葉で、攻めてくるみたいな、攻めてくる夜の攻めってことですか。いい感じかな、どうかなって時にさ、じゃ最後にもうビシッとなんか自分からなんか攻める派、それとも相手のちょっとつけようみたいなのを受け身で待つ派。でもう言っちゃいます、つけようって言っちゃう、自分から言っちゃうかも、我慢できないです、持ちきれないもん、そういうの。なりさんはどうですか？自分はですねもう本当に何か20代の時ってもうちょっとつもおしんだったの、多分年齢に対して、はい、ショーの年齢の時は本当に多分もう自分待ちきれずに好き好き好きみたいな、イノシシみたいな、そう付き合って付き合ってみたいな感じだったんだけど、一回もそれでうまくいったことがなくって、あ、自分そっからもう20後半からもう結構受け身かも、へー、なんかその最後の一手決めきれずというか奥手な感じで、でなんかキープみたいなね、あいい感じのね、いい感じの都合のいい感じ、そうそうそう、なんかな、まあなんかあのこと言ってね、タイプだったらなんかベタベタ触ろうがそうですね、ちょっとね連絡ね、うん、冷たくなろうが、うんうん、許しちゃいますね、ね、好きは好きだよね結局はそこかよ、もうそこで済むのかなんかね、初めてちょっと翔ちゃんと対マンというか対マンさせていただきました対マンさせていただきました、ボコボコですもんどうですか、いや、このトーク系は楽しかった、ね、まあまあ、料理ばっか、はい、たまにはおしゃべりもおしゃべりしましょう、こっちに遊びに来てください。個人的には、なんかナリさんのあのボディタッチの真相が知れてよかったかなっていつも俺のこと触ってくるけど何だったんだろうみたいな。じゃあ皆さんの思うなんか脈あり行動だったり、あとまあ脈ありな人にもう最後の一手自分から行きますって人はなんかどんな感じでね最後の一手アプローチするのとか、はい、今後の翔ちゃんのためにもコメントいただけたらと思います、はい、お待ちしてます、はい、じゃ あ、 まあ動画面白いなと思ったらいいねコメントとチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございます、またねー。